今回案内していただいたところは、こう小樽がここまでついてきた中でのなんか経過みたいなものを見させていただいたような感じがして、だからその錆びた感じだったりとか、あとはちょっとこう廃れてしまった感じみたいなところをこう見させていただいて、でも自然とそんなにこう悲しい気持ちにならなかったというか、なんか悲しいなみたいな、廃れちゃったのかみたいな感じではなくて、なんかこうそれをあらゆる手段で今の方々人たちが残そうとしてるみたいなところとかもなんか感じたりとか、その中根さんがドローイングマシーンにこう至ったプロセスとか、込めている自分の作家性、哲学とか、そういったものについてちょっとお聞きしてもよろしいですか。はい、最初私は油絵をずっと描いていて、で大学4年ぐらいまでずっとやってたんですけど、こう大学院に上がってからこう作品を描いてる時に、なんか自分の中のイメージだったり、それこそ浮かんできた言葉だったり、考えてることだったり、そういうものを、なんか油絵のあの画面一つに表すのは難しいんだなっていうのにこう気づいたというか、今まではなんとなく描いてたものだったんですけど、こうなんかイメージがあって、でそれをこう画面に描くみたいな感じだったんですけど、なんかそれってやってる意味ちょっとあるのかなってそう思った瞬間があって、そういったところからじゃあちょっとこう原点に立ち返ってみて、自分のこの頭の中を整理するっていう意味も兼ねて、こう自分のこのドローイングをこうバーッと並べてみた時に、なんかそのイメージ一つ一つをすごい遠くから見ると、なんかこう線みたいに見えるんですよ。すごくこうぐちゃぐちゃな線みたいな、本当になんかそこら辺にあったペンとか鉛筆とかをガッて一気にもうまとめて取って、ガシャガシャガシャってこう書いてみたいですね。そしたらなんかあれ、なんかこれちょっといいかみたいなそう、頭の中のものが全部表現できたわけじゃないけど、その時の衝動だったりとか、なんかモヤモヤしてる感じとか、そのイメージみたいなものが直接その紙の中に表現されたような感じ、感覚があって、あ、なんか今まで自分は固く考えすぎてた、本当にいつも筆100本作っても足りないんですよ。1つのドローイングマシンに10本、いや20本ぐらいは必要で、そうすると5つドローイングマシン作ったらもうなくなっちゃうんですよね、筆が。今回は何個作る予定なんですか、ドローイングマシン。今回は、可動式のモノアの船、船を1つと今のところ4つ、いくつかのマシンを組み合わせて、はあはあはあ、まあマシンっぽいのはあの今回船になりますけど、それ以外の道具にも結構で使うので、すごい、そうね、100本じゃ足りないですよ最初に自分の中でその思い浮かんだというか、思い浮かんだのがなんかこう、とにかくこう筆がいっぱいついてるようなこうちょっと道具を作ろうと思って、で一番最初にモチーフにしたのがタイプライターだったんですよね。元から結構古いものとかそういうものに惹かれる瞬間っていうのがすごく多くあって、で最初はこう、まあ、今も本当にこう好きっていう思いがそうあって惹かれてるんですけど、ドローイングマシンを作り始めた時は自分のこう使ってた、キャンバスの木枠とか考えてみた時に、こう自分っていうこのなんか今このいる自分っていうのはその道具とかドローイングに
こう生き写されてるような感覚になった。じゃあ自分がその使ったものをそのままドローイングマシンにしてもいいんだけど、でもそうではなくて、こう自分がの身の回りに置かれている環境から出たものとか、あとは自分がこう関わった人たちの中から得た、こうコミュニケーションとかから得た、こうちょっとこうものだったりとか、そういうものをこう使ってみたらどうかなっていうふうに思ったんですよね。そこでもう一個の自分を作ってるようなイメージで、でそれをこう動かすことによって、その自分が得てきたもの、自分を作ってるものが自分の中に流れていて、でそれがこうもう頭からこうずっとこう流れてきて、で自分の手を伝わって、で道具を伝わって、で最終的に筆を伝わって、それがドローイングとして現れていく、そんなイメージというかで結構ドローイングを描いてます。その小樽のこの歴史を追っていく中で、じゃあちょっと由来みたいな、小樽の由来から少しこう紐解いていって、で今とつなげられればいいかなと思ったので、小樽の由来になっている、小樽内、あのアイヌ語ですよね、アイヌ語で、でそれをこう今の言葉に置き換えると、直訳すると砂浜の中の川、自分も滞在する中で少しずつ小樽を紐解いていって、でというか これまでの小樽と今の小樽で、できればその先のこれからの小樽っていうのを考えられるような展示にしたいな。人と人とのやっぱりコミュニケーションの上でこう成り立つものってすごく多いなと思っていて、でアートもやっぱり美術とかもそこにかなりこう密接な関わりが本当にあるなって思っていて、もうそれは本当にあの美術史から見てもあの鑑賞者っていう存在が出始めて、でそれをこう作品を見た時にその鑑賞者が何を思うのかみたいなところで、で初めて作品が完成するよみたいな、そういう流れから来てるところもあるんですけど、でもそれだけではなくて、やっぱり今回自分も感じたのは、いろんな方々と関係を持って、でいろんな方々のお話を聞いて、で実際に自分もそこに滞在をしてみて、いろんなことを感じて、でそこからこうできる作品ってなんかすごいこう魅力的だなって私的には思っていて、自分と向き合って作品を作ることっていうのは、イコール自分を作ってきてくれた者たちと向き合って、で思い返したりして、でこう生きることだったり作品を作ることだったりっていうのにつながってくるんじゃないかなって思うんですよね。こう一つのところにとどまるのではなくて、いろんなところにこう滞在をして、でいろんなところにの方々とコミュニケーションをとって、でその中から得たものを消化して作品にしていきたいっていうふうに考えています。